かをシャットダウンまたは再起動しないでください。こんにちは、サトルです。今日はですね、こんな警告が出てきました。怖いウェブサイト見ていたらこんなページが出てきました。ということで、すごく怖いのでこの電話番号に電話をしたいと思います。危険なので真似しないでね。では電話します。では怖いので電話してみます。もしもし。もしもし。はい、もしもし、すみません、あの電話してありがとうございます。ご意見どうぞ。セキュリティセンターっていうのが出てきまして、それで怖いので電話しました。どのくらい前からこの問題は入りましたか？さっきですね。さっき。ありました。この問題はね、パソコンの中であのインターネットの方から、はい、あの入りましたので、はい、あのこの問題は一回削除するため私が言う通りやってください。お願いします。わかりました。はい、一回キーボードをご覧になってください。キーボード、キーボード、はい、出しました。キーボードの左側の一番下にどのボタンがありますか？一番下のボタン。そうです。キーボードの左側の一番下にどのボタンがありますか？コントロールですか？このコントロールの右隣にどのボタンですか？ Windows マークが書いてあります。あの Windows のマークのボタンを押しながらアルファベートの R ボタン同時に押してください。Windows のボタンと R ボタン同時に押してください。はい、出しました。はい、Windows マークの R 押しました。はい、そちらで私の言う通りの名前入れてください。はい。最初は、最初は、www.ドット、次は大阪の O、O、次は田中さんの T、T、OK、次は Y、XY の Y、Y、はい、Y、Y ドット、はい。コムですか？そうです。はい。はい。下に OK のボタンがありますか？ OK のボタンの一つ。OK のボタンですね。はい。OK のボタン。はい。はい、ここに入りました。サポート接続って出ています。そちらで私が言う通りに、あの、ロケットのコードを入れてください。ロケットのですね。ロケットのコードは最初は。はい。これで入りました。最初から最後まで動画コメントしてください。あ、ダウンロード開始ボタン出ました。はい、アクセス許可します。はい、許可をしますってやつですね。はい、許可でお願いします。許可した後で画面の左、あの画面の左側のちょっと上、あの小さいなファイルがあります。そのファイルがね、あの開くようにしてください。何かのアプリが見えました？入りましたね。で、ちょっと質問なんですけど、何をしようとしてるんですか？お客様のパソコンの中で問題は、はいはい、あのウイルスの問題が入りますか？ウイルス、あのウイルスっていうのは、はい、なんていうウイルスが入ったのでしょうか？ウイルスの種類は何ですか？はい、トロイの木馬って言っても、トロイの木馬って言っても、はいはいはい、いいですよ。はいはい、パソコンの画面が見ないと私はどうやってあの分かりますか？どんな問題が入りましたか？ですから、そのパソコンの画面があの見るためにこちらからあの遠隔操作がやってますね。ですから私がインボールにやってください。あともう一つ質問があって、まあ、トロイの木馬っていう種類なのは分かりました。あともう一つ質問があって、うん、ウェブブラウザからパソコン内部ってどうやって分かるんですか？あのウェブブラウザっていうそのサンドボックス状態の、そこからパソコン内部ってどうやって見れるんですか？どうやって分かります？ウェブブラウザからパソコン内部の、例えば Windows だったら C コロンの、あのディレクトリに何が入ってますとか、そういうトロイの木馬感染しましたっていうのはどうやって分かるんですか？いや、単なる質問だから、まあ、そっちが思うことを言ってもいいですよ。もしもし。あ、逃げた。質問どぎつかったかな。
はい、詐欺師めちゃくちゃ切れてるのか、めっちゃ不在着信入れてきます。こんな感じでたくさん電話されました。これ危険ですね。はい、ということでいかがでしたか。こんな画面に騙されちゃダメですね。しかしまあ最後黙っちゃいましたやっぱり予想通りの動きだなと思いました。はい、面白いなと思ったらコメントください。ではこんな感じで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。